ちゃ怒ってる。もういや。開かないですよね、多分。開くんかい。開いちゃったわ。うわ、ここまたなんか落下祭りや。エレベーターで下降りていける感じか。なんだ、なんや。これ下に降り、そうですね。あ、上かい上かい。地下世界に行ったりするのかなと思っちゃったりしたんですが、上でした。そうか、前行った塔は入れなくて上から侵入した感じでしたもんね。だから降りるってイメージだったのか。はあ、やばそうだな、おい。これここな。だ、その多分ここの奥にいるラダーン、あの二人組倒した後、多分ラダーン戦なのかな、わかんないけどな。倒した後に死んを受けるのはここなんじゃないのか的な。ってことで、ちょっとそうね、今日はここまでかしら。あそこの塔明らかにちょっと敵強すぎたもんね。これ2本指ちゃうん。ちょっとこれだけ、ちょっとこのまさかこいつと戦うとかないよな。得ました、てってれー、ゴドリックの大ルーン。これは稼いぞ。ひゃー、なんなん、なんだろう、キーアイテム。おお、恩恵により全ての能力値を上昇させる。破片の君主ゴドリックの大ルーン。その大ルーンは要の輪とも呼ばれ、エルデンリングの中心に位置していた。エルデの王、ゴッドフレイとその子孫たち、黄金の一族は最初のデミゴッドであった。あ？これは、どうしたら、稲田？ここでなんか付け替え装備ってできるのかな。大ルーン、大ルーンメニューでは再び力を得た大ルーンを装備できる。装備した大ルーンはルーンの子を使用することで、ああ、なるほどな
なるほどな。まあまあこれはい。え？これで？これでいわゆるあれじゃないですか、あの今までで言うところの生身に戻った状態っていうか、今ずっと俺だからソウル体です、こうね冒険してたけども、これで人に戻れるってことじゃないの。ちょっと一回12個あるし使ってみよう。えい、おお、あーそこのいつもあのなんか進行とかの乗る欄が、はあ、はあ、これ一定時間で切れるとかだったらマラタンブチ切れちゃうけど大丈夫死ぬまで有効ってことでいいですよね多分。今までのシリーズのあれで言ったらそういうことだと信じて、はい、じゃあで、なんかここその塔あれどれだっけ、これかボスゾーンがあったんだよな。え、そこにラダーンがいるのかな、もしかして。その可能性あるよな。ちょっと、一回も会ったことないけど、なんか、強いと、お噂は金がねって感じですよね。じゃあ先にこいつ倒すか。ね。こっからが近いよね、多分。あー、そっか。こっちから行くとお前らがいっぱいいるんか。それちょっと厄介かもな。つぼっくん。ああ。どうなんじゃろう。まあいいや。じゃあ次回。ちょっと今あそこに見えております。録音はできないか。彼とちょっと一戦、まあ見えたいと思います。ってことでお疲れ様でした。はい。4月12日、今日のリムグレイブでございます。さっきね、もうね、会社から帰ってきて速攻電源入れてね、やるぜって思ったら、PS プラス切れてて、もう、もふーんってなってました。はい。さて、今日はあの方とまず、一戦。こいつらをまず、どうにかしてから。はい、一応バクスタ一発で行ってくれる感じですね。この辺にマリカは、マリカマークは出てないですね。バレタンゴ、バレタンゴやめなさい。なんかこの木の感じがなんとなくですけど、このダークソウル3の DLC の世界にあった木にこう雰囲気が似ちょるばい。骸骨がいっぱい、早く来て。お、森人の足子、森人、インプちゃん呼べるな。この人ちょっとね、お腐れ様的な感じですよね。頼むぜインプチャンズ。
行くぜ。はい。ちょっと見えない見えない見えないのなし。ナイスインプちゃん。はっ、うわ、なんかおつゆ出た。これあれか、これ食っとくか。はっ、うーい、ちょなんだ、なんだ今の、ん、今のなんだ、うん、あ、こんなとこにめっちゃ目の前やんけ。インプちゃん呼びの飲みの狭いな。しかしここな、はい、なんかすごい食らってる、すごい食らってる。何、意味が分かんない。何食らってんのこれ。なんかモヤモヤの範囲内でもなかったよな。そのね、壺が割れると何か出るのか、何かしらの汁が。なんか壺が割れた感じはあったよな。いいよインプさん、いってぇ、はっ、うわ、いや、うわ、単純にこれが痛いのか、やっぱり。やばい、どすこい。痛い、むー、厳しいな、狭いな。しかし、あ、これ十分離れる、はい、十分離れる。範囲広すぎだろバカ野郎、なんだそれ。はあ、ちょっとこれ狭すぎるな。ここはこの木の裏手に回ったりとかしてあれかな。いや、近づけんって、そんなもん。魔法をやろうとして、なんか。こっち来ると、変な人、ローリング遅えな、発動。コロン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 。コロン、よし、ナイス。コロン、全力で逃げて。なんでちょっとそのしゃがむなや。あぶねえ、ちょっとあんまこっち来たくない。あー、これ無理ゲー、ひどいよそれ。んーだこいつ、イライラすんなこいつマジで。はい、超逃げて、はい、引っかかるな。またそのヤンヤンしないで、ヤンヤン全力で逃げて、
い。どすこい。うん。レーザーが来るぞ。ブブ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 。うわー、来るねー。さて、行け忘れた俺のこと。どっちにいる？どこ行った？おった。そら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 、逃げて。だがその怖い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 。あれ、ここなんだ。あれ、そっから出てきたんだっけ俺。なんだあれ。逃げて。まあ、あとそれすぐ。すぐそれやる。なんかタンタンって、2回押し連続で押しても切り替わってくんないよね。すぐそれやる。これ終わった。もうそれやられたら近づけねえもの。すぐそれやる。いや、ここ気になるな。え、地下世界から俺ここに出たんだっけ？違うと思うけどな。そこからあそこ行くのかな、あの、あ、違うか。あの、絵画の。絵画ポイント。お絵描きポイント。はい。なんでそれ当たるんだよ。いや、またそれすぐ。やべえ、これ死ぬ。いやー、もうずるい。これでもエスト飲んでたら間に合ってたかな。いやー、ずるいわ。ちょっと一回そこ気になりすぎるので。あれ、ああどこどこ、あどこ、これか。はじめまして。これはじめましてだな。なんということだ。ちょっとこれいささかあれな気はするが、あいつも卑怯だからさ、あのビャービャービャーってさ、そんなものはこれで対処してやるぜ、クソ野郎が。いでよ、インプちゃん。くらい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 。ずるいずるいずるい。くっ、いって、一発で半分持っていくのかよ。ずるすぎだろ、お前、それ。80ずつ、確実に削ってやる、これ。またずるいの。あ、べべべべ。おいおい、バターにしちゃうぞこの野郎は。はい、イエー、やばい。なあ、うそ、あと一発だったのに。俺ちょっと待って、今さ、俺、戦技発動と、発動しようとして L1 押したよな、今、絶対。いやー、何やって、普段しねえことをさ、しようとするからそうなる。はぁ、バカ。これもう、あれじゃん？いや、もう、徹底的にこいつはもう魔法で殺す。このクソ野郎。マリカ復活しなきゃよかったの。
魔法のみで殺す、このクソ野郎は。いや、なんか魔法特化にしようと思ったけど、魔法の威力を上げるようなものってないんだな。まあ、唯一、FP 上昇ぐらいか。スタミナ回復早めるか。いや、このままでめんどくせえ。カモン、インプちゃん。誰かよ。やれやれ、インプちゃん、どんどんやれ。はい、ずるいの来る。あ、インプちゃんが一人。イエーちょ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 、危なかった。あ、はい、ズリーノ来る。